あ、ヒキガエル？びっくりしました。よかった、まだおたまじゃくしで。ちょっと、おたまじゃくしならまだ大丈夫です。おたまじゃくしの後ろ足が生えてきましたと。あ、本当ですね。おたまじゃくし、やっぱりヒキガエルの子だから、おたまじゃくしも大きめなんでしょうか。大きい感じしますよね。ちょっと大きいとやっぱり、こんなこと言うとね、かわいそうなんですけれども。ね、成長してるんだなって感じしますね。足生えてますもんね。これがどんどんカエルの姿になっていくんですもんね。なんとも言えないですね。いや、カエルは緑のカエルは好きなんですよね。アマガエル、ちょっとヒキガエルってなると、でもね、こんなダメですよね。ね、元気に成長していく時期になりますね。足が見えてきたといった報告でした。では続いて見ていきましょう。で、ファイブニング、そのソロ終了のお時間となりました。この後20時からウェザーニュースライブムーンもお送りしていきますので、ぜひご参加ください。今日もありがとうございました。素敵な夜をお過ごしください。ここで失礼いたします。